はい、皆さんおはようございます。おはようございますっていうのは初めてですね。はい、いつもは自分、寝る前にいつもラジオの収録をしてたんですけど、ちょっと昨日、スマブラにはまりすぎてしまって、ラジオを撮る気になれませんでした。だけど、撮る内容、プログラムとかをもう決めていたんで、絶対撮りたいなと思っていたから、ちょっと朝起きてから収録しようと思ったんですね。って言いながらも今時刻がですね、13時5分なんですよ。はい。寝すぎました。昨日夜、夜中の、2時半までスマブラにはまってしまって、で、寝た時刻が、まあ多分しっかり眠り始めたのが夜3時からだったんで、で、睡眠時間で言うと自分昼の12時まで寝ちゃったんですよ。なんで8時間睡眠なんで健康的ではあるもの、時間が全く健康じゃないんですよね。はい。ということでですね、午前を迎えられなかった私ですけれども、まあ、起きてから1時間経っての13時5分、もうおはようございますじゃないね。でも僕にとっておはようございますなんで、ぜひ皆さんちょっとそこら辺ご理解いただけたらなというふうに思います。はい。で、ということで、今回のプログラムなんですけど、声優さんって改めてすげえなというものと、私ついに二十歳になりましたというものと、世界最強デレデ使いのザキさんがマジで押せるっていうこの3点でお送りさせていただきたいなと思います。では、やべ、頭割れね。 ということで、第4回ダカの独り言スタートです。はい、ということで、うわー、マジでこの時間帯にラジオ収録してるのが新鮮すぎてマジで慣れない。ただでさえまだラジオに慣れてないのに、もう慣れないのラッシュでちょっと頭が追いつかないっす。まあでも一旦じゃあ、まあ、進めていきたいなと思います。ではまず、一つ目のプログラム、声優さんって改めてすげえなというものでして、いや、まずこう思い始めたのは、まず皆さん、ご存知の方もいるとは思いますけれども、第1回の自己紹介でも言ったように、私将来の夢がですね、声優になることでございます。ということで、もちろん声優さんの、なんだろう、ラジオも聞きますし、そのなんだろう、声優さんのなんか番組みたいなのも YouTube でたまに拝見させていただくことがあるんですけれども、そういうのをちょっと改めて見返したいと思う時があって、もう最近、前からずっとそうなんですけど、ちょっと自分、この声優のお稽古がかなり身が入っている状態でありまして、なんか、こうしたい、もっとこうしたいみたいなのがより今強い状態で、ちょっと波に乗ってるんですね、いわば。自分の、気持ちが波に乗っている状態なんで、その状態でちょっと改めて、ちょっと声優さんの方々のボイスサンプルを聞いたんですよ。はい、聞いたボイスサンプルで言うと、まあ、一番僕が憧れる声優さんの松岡義嗣さんと、あとは次、石川海人さん、あと津田健次郎さんのボイスサンプルをちょっと改めてお聞きさせていただいたんですね。そしたらもうマジでやばくて、なんだろう、もう一発目からもちろん違うんですよ、本当に。なんかもう声のかすれさせ方だったりとか、もう声の迫力の出し方も、ちょっとしたがなり方だったりとか、もう一応なんかボイスサンプルを聞くときに、何々系とか、なんか熱血系とかクール系とかっていう風な感じで、なんかお題みたいなのが最初に乗っけられているんですけど、もう最初の一発目から分かるわけですよ。それがマジやばくて、しかもなんか極端に声を変えてるんじゃなくて、ちゃんとキャラを変えてるんですよ。いや、もう本当にそれがより伝わってくるボイスサンプルで、マジで、いや、今の自分に間違いなく絶対できないって思わせられる。まあ、なんだろう、正直言って、まだこういう声優の、勉強とかをかじり始める前は、言ってしまえば、まあ、もちろん演技するとは分かりつつも、まあ、なんか普段喋ってる中で、まあ、人ってなんだろう、普段コミュニケーション取るときとか、まあ、軽めの演技取るじゃないですか。例えば目上の人と話すときだったりとかは、まあ、ちょっと丁寧に接するだったりとか、ちょっと愛想よくしてみるとか、普段の、まあ、自分の友達の前とかだったらわちゃわちゃするのに、ちょっと好青年ぶったりとか、ちょっとっていうキャラを取るじゃないですか。取るっていう人いるんじゃないかな、多分。
多いんじゃないですかとかまでは言えないんですけど、多分いるんじゃないですかねっていうふうに思っているんですけど、どうですか？自分は割となんか目上の人だったりとか年上の人と話すときにちょっと好青年ぶっちゃうところがあったりするんですけど、普段だったらちょっとおちゃらけちゃったりとか、まあ、なんか変なネタ挟むような会話をまあ友人とかとはしちゃうんですけど、ちょっと目上の人だったりとか年上の人とはちょっと無理ですね。ちょっと無理なんですよ。そういった冗談、なんかたまに雰囲気に合わせて言ったりはしますけど、基本的にはあそうなんですねとかもなんか 100% 聞きてみたいな、相手の言うことに対してもリアクション、どういう風に相手がなんだろう満足してもらえるようなリアクションをするかみたいな、ちょっと堅苦しいことをしちゃったりするわけなんですよ。はい、だから、まあ、なんだろう、そういった面でなんかそういったものの派生っていうので演技すれば正直いいんじゃねみたいな軽い気持ちは正直あったんですよ。なんですけど全然違いました。本当に演技する上でのその知らないといけない技術がもう本当に洗練されてて、マジでそのトップ声優と言われる方々のボイスサンプルを聞くと、本当にまず基礎ができているのが当たり前で、基礎できた上で自分なりの表現だったりとかをつける、それがマジでなんだろう、もうその人らしい、松岡さんらしさ、石川さんらしさ、津田さんらしさみたいなのが現れてて、しかもそのらしさっていうのを世間に認められるような芝居に作り上げているっていうのがもうまたすごいんですよ。いやもう本当だからいろんな面で聞いてうわーってなっちゃいました。だからそれと同時にもっと憧れに近づきたいなっていう気持ちが湧いていて、もう声優さんがすごいっていうのはもちろんのこと知ってはいたんですけど、今この波に乗ってる気持ちの上でまた聞いたら改めてすげえなっていう、なんか少し一歩二歩近づけたかなっていう気持ちも正直ありつつはあったんですけど、全然だった。本当に甘い甘い、まだ甘い、本当甘すぎる。一歩二歩近づけた気持ちになんてなっちゃダメだって感じで、気持ちは自分の中の気持ちは乗っているはものの、それはあくまで自分の中の話で、声優業界全体で通じるものって考えちゃまだダメだった。本当にこんな感じで、自分本当に前回も言ったと思うんですけど、結構調子に乗る癖があるんですよ。これちょっと近づけたかもとか、なんかちょっと調子に乗っちゃう癖があるところがちょっと自分の中の短所というか、いや身の程ちょっとわきまえられてないなって思うところがちょっとあるんですよね。ちょっとなんで、いやまだだまだだって思いすぎるのも、ちょっとストイックに思いすぎるのも、ちょっと自分を追い詰めるのもあれなんで、ちょっと難しいところであるんですけど、まあちょっとそこら程よいバランスを生きていく中の経験値でちょっと理解できるようになればななんていうふうに思っております。はい、っていう感じですね。声優さんに改めてすげえなって思い始めたのが、あそうだ、自分一番好きな声優さん、最初の自己紹介の時とか話してなかったですよね。でまず最初にも言ったように、自分一番憧れるのが松岡義継さんで、松岡義継さんを知るきっかけになったアニメが自分ノーゲームノーライフだったんですよ。まず事の経路で言うと、まずこのスバが大好きっていうことが自分のオタクの世界に連れ込んでくれたアニメっていうのを最初の自己紹介で言ったと思うんですけど、それでまず茅野愛さんを知って、その茅野愛さん経路で松岡義継さんを知ったんですよ。まあこの二方はご存知の通り、最初はなんか夫婦のようみたいな感じで、よくなんかなんて言うんだろう、愛されるようなコンビだったと思うんです。まあ、今でもそうだと思うんですけど、特に何年前、8年前、2014年とかそこら辺だから、あ、10年前かも。10年前とかそこら辺がもう特に言われていた時期なんじゃないかなというふうに感じてはいて、その、まず、茅野愛さん、まず、あ、いい声だなと思って、いろんな、なんだろう、松岡、違う、茅野さんが、出ている番組とかを漁っていったら、そこに松岡さんがいてそこでノーゲームノーライフの番組にそこで出会ったんですね。そこで松岡さんの、何て言うんだろう、ちょっと抜けてる感っていうのかな、このやっぱ人見知り感あるのにもかかわらず演技ってなるとスイッチが入る、このギャップが本当にかっこよくて、まあ、なんか当時の自分とちょっと照らし合わせられるところもあって、なんか高校生の時とか自分マジで友達いなかったんで、本当にもう人に話しかけに行くとかはもう本当にもう愚か、話しかけられてもなんか会話できなかったんですよ。だから
せっかく話しかけてくれたのに会話を続けられない自分に嫌気がさしていた時期があったんですよ、マジで。でもなんかだから松岡さんもちょっとそういったシナジーみたいなの感じて、なんか初めての人だったりとか、ちょっと個人的に喋るのにまだ慣れてないなって人とは、松岡さんちょっと引き気味な対応をしていたなと思っていて、で、あ、声優さんってなんかみんな喋るのに慣れてるから、あんまそういう人いないんじゃないかなって勝手に思っていたんですけど、松岡さんはしっかり人見知りな人だったんでちょっとこれめちゃくちゃ陰でディスってないかな、将来お会いしたい一番お会いしたい声優さんなのにお会いする前にこんなディスってたってバレてたらやべえないやでもいい意味でだよ、いい意味で、あんな人見知りなのにもかかわらず仕事になると本気を出せるっていうところが、まず人として尊敬、まず声優としてというか人として尊敬できるところで、仕事としてプロ仕事をプロフェッショナルとして意識できているなっていうふうに感じている部分であって、その上でなんかそのノーゲームノーライフの番組を見てから、もう松岡さんにどっぷりハマっていっちゃって、他に松岡さんの出ているあの番組だったりアニメはないのかというふうに漁っていったら、まあ、レゼロの、ペテロギウス、雪平、直撃の相馬の雪平相馬、もうこれはキャラとして知ったんだけど、これ松岡さんだったんだっていうのが、ソードアートオンラインのキリトであったり、まあ、最近の目で言うと、まあ、東京リベンジャーズの三谷くんとか、三谷くんだったりとか、あと、まあ、呪術廻戦のメカ丸、あとその他で言うと、まあ、歌プリもいたような、歌プリはちょっと自分見ていないんですけど、まあ、ちょっと他にもいろいろいるわけですよ。あとサイキクソウの災難も自分をオタクに連れ込んでくれたアニメというふうに第1回言ったと思うんですけど、このアニメでも猫アンプだ、アンプっていう名前の猫の役で出てたんですよ。マジで可愛い系の声でこんな声を出せるんだっていうことで、マジでより松岡さんへの興味が深まりましたよね。あとまた大前提ですけど、声いいじゃないですか、松岡さん。大前提の話になるんですけど、本当に声が良くて、かっこいい声も系の声も出せれば、低めのね、低めのかっこいい系の声も出せれば、やべ、今ちょっと意識しちゃった高めの可愛い系の声、そうだ忘れてた、ダンマチのベル君可愛いよね、マジで本当に可愛くて、こんな声も出せるんだっていう風にまず憧れを抱きちゃって、こういう系 の演技ができる声優さんに自分がなりたいなっていう風に今憧れ、まあ、憧れの像が松岡さんです。だからちょっと低めに当てるクール系のキャラも、ちょっと熱血系の、まあ、雪平のようなキャラだったりとか、ちょっと可愛い系のベル君のちょっと愛されキャラのような演技もできたらなぁなんていう風に夢見てるんですよ。はい、ちょっとなんで将来声優さんになるにあたって、こういった松岡さんのような演技プラス自分何かの強みを将来やっていくうちに見つけられればなという風に思っております。はい、っていう感じかな。ということで、一つ目のプログラム、声優さんって改めてすごいなっていうようなプログラムは、これにて終了といたします。では次のプログラム参りましょう。はい、ということで2つ目のプログラムはですね、ついに20歳になりましたというものなんですけど、はい、そうです。これ多分いつも僕サムネにその時の気分のような文を載せてると思うんですけど、多分そこにも載せてると思う、自分20歳になりましたみたいな。はい、今回はそのタイトルに書かれている文をプログラムに持っていきまして、私ついに今年の7月11日で、20歳となりました。自己紹介の時にも挙げさせていただいたと思うんですけど、皆さんセブンイレブンで覚えてくださいましたか。はい、セブンイレブン7月11日は私の誕生日でございます。でようやく20歳となりました。なんでようやくタバコも吸えるし、 お酒も飲めるっていう身分になったわけなんですけど、タバコはまだ興味がないんですよね。むしろちょっとまだ煙 もきついかなってちょっと思ってる次第なんで、ちゃんと僕いい子ちゃんなんで、まだお酒も飲んでませんし、タバコも吸ってません。はい当たり前です、当たり前ですよね。うん、当たり前だよな、なんでまだタバコを知ってはないんですけど、買うかもっていう機会が実はあって、僕が吸うためじゃないんですけど、バイトの、同僚っていうのかの人が、まあ、1個下の女性がいるんですけど、1個下の女性だけど、まあ、2年ぐらい先輩の人がいて、その人がもう少しで父の誕生日ということで、僕とだから誕生日が近いんですよ。はい。多分、
誕生日今日じゃないかな、そうだそうだ、金曜日の時にあのその同僚の人と被ったんで、だからあのその、被った時に明後日父あのお父さんの誕生日なのって言っていたから、多分今日がその、 あの同僚の女性の方のお父さんの誕生日なんですよ、に合わせてちょっとあの誕生日プレゼントを買いたいって言ってて、父が買うタバコの銘柄をワンカートン買いたいって言ってたんですよ。誕生日プレゼントにタバコってちょっと衝撃もあったんですけど、まあでも別にあまあダメじゃないし、まあ割もしかしたら普通なのかもしれないなって、僕 の、 あの世間知らずを理解しつつ、ちょっとあそうなんだっていうふうに普通に返答したんですけど、それに伴ってまだあのその彼女は19にもまだなってないから、誕生日来てないから18歳なんで、まあ、タバコが買えないんですよ、コンビニだと年齢確認されるから。でも僕がちょうど20歳になったから、ちょっと代わりに買ってほしいって言われて、ワンカートン5000円結構高いっすよね、まあ、もちろんお金はちゃんと自分で出すっていうことではあったんですけれども、ちょっと代わりに購入だけやってほしいっていう風に頼まれたんですよ。まあ、別に断る理由がなかったんで別にいいっていう風に言ったんですけど、あでも一応バイトの上がる時間が違くて、自分金曜日の時に22時までだったんですよ、バイトが。にもそのなんですけど、女性がですね、その方が23時に上がりだったんで、まあ僕が代わりに買うってなったら、まあ上がってから先に買って、その後バイト先に戻って渡すでもよかったんですけど、ちょっとまあバイト先だとスマホ使えないんで、どういう銘柄の見た目かっていうのが僕全然わからなかったんで、メイベス買ってきてほしいって言われて、メイベスって何種類しかないのって聞くと、いやいろんな種類あるんだけど、ちょっとどんな画像っていうのとか、ちょっと青色なんだけどとか言われて、ちょっと不安やわって、あじゃあちょっと私が上がるまで待ってもらってもいいみたいな、私がちょっとじゃなんか一緒に買わないっていう風に言われて、あそれだったらいいかもねって言って、でも向こうも待ってもらっちゃうことになるけど大丈夫っていうふうに1時間もって言われたんですけど、まあ別に夕飯とか食いながら、あとなんかスマホいじりながら待ってりゃいいやって思ったから、別に全然いいよって言ったんですよ。なんでそれでちょっと、まあ、1時間ぐらい、まあ、すき家食ったんですよ。すき家の高菜明太マヨ牛丼の中盛りを食いながら、スマホでツイッターやらを漁りながら待っていたら、はい、まあ、なんやかに23時になりまして、その女性の方も上がる時間になったんで、まあ、帰り道にいつも見るローソンのところに集合にしようっていうふうに約束をして、まあ、時間、まあ、23時ぐらいに自分もローソンでそこで待機していたんですけど、なんかまあ一向に来なくて、なんかどうやらお互いちょっとコンビニに集合する場所を間違えていたみたいなんですよ。なんかお互いというか間違えてたか認識が違ったんだよな、お互い。ローソンって近くになんと2種類っていうか2箇所あったんですけど、お互いその2箇所の別々のところに行っちゃって、なんであれどこって最初になっちゃったんですよ。だけど、まあ、その後、まあ、LINE で、あ、こっちの方ね、みたいな感じで、向こうが、あ、向かうわってすぐ言ってくれたんで、ちょっと女性に向かわせるのもなーなんて思っちゃったんですけど、まあ、もう向かっていた最中だったっぽいんで、あ、分かった、じゃあ待ってるねっていうふうに待ってて、で、ようやく、まあ、集合したわけなんですよ。で、そこで一応僕、事前にそのコンビニにもちゃんと、メビウスのみたいな、タバコ売ってるなっていうのを確認してたんで、あ一応このコンビニ売ってそうだよってことを彼女に伝えて、でその上でどのメビウスっていうことは、やべおなら出そう、今聞こえたかな、聞こえたら恥ずかしいあちょっとごめんなさい、まあ、彼女にメビウスどのメビウスって言ったら、ああれあれって言ったら、あれをワンカートン買えばいいのっていうことで、まあ、一応、まあ、彼女と一緒にレジに並んで、で先生、あれのワンカートンってありますかって言って、あワンカートンちょっと確認してきますねって言って一旦裏に向かわせたんですけど、でそこから戻ってきたら、すみませんちょっとワンカートンはないですねみたいな、バラで10パックならありますけどみたいな、そんな僕はなんかカードゲームのパックを聞いている人みたいな感覚に陥ったわけなんですけど、昔結構カードゲームやったから、あれなんだな、パックって言うんだな、バラで10パックタバコも、その店員さんがそういう言い方してただけなのかな、けどなんか10パックって言い方するんだっていうのに、まずへーってなって、でじゃあそれで大丈夫ですって彼女も言ってたから、あじゃあそれでお願いしますって
行ったら、はい、5000円になりますって言って、その年齢確認するボタンがあるじゃないですか。まあ、それを、まあ、見てピッて押しただけで変えたんですよ。なんか別になんか身分証とか見せるわけでもなく、ちなみにその20歳のチェックの欄、彼女が押したんですよ。この女性の方が押して、なんで普通に多分僕じゃなくても変えた、多分その彼女一人でも変えたんですよ。だから今のコンビニって、まあ、そのコンビニだけだったかもしれないんですけど、そんなに気軽に年齢確認せずに買えるもんなのって、ね、まず驚きました。そんな軽いんだみたいなので、まずマジでそこが驚きだったよね。僕の初タバコ購入デビュー、まあ、自分が買う自分のためじゃないにしても、こんな感じで買えるんだっていうのを知ってしまって、まあ、他のコンビニだとちゃんと年齢確認されるかもしれないんですけど、まあ、少なくともそのコンビニに行ってタバコ買いたいなって時は、まあ、未成年でも買えるっていうことが分かってしまったんで、まあなんだ、まあそのコンビ未成年なのにタバコ吸いたいなってしたら、まあ、そのコンビニがいいんじゃないでしょうか。はい、そんなこと言ったら炎上してしまいますね。嘘です、はい、タバコは20歳からお酒は20歳までなので、はい、皆さんちゃんと待ちましょうね。はい、ということで、いやこんなことで終わらせていいのか。ついに20歳になりましたタバコトークじゃねえか、ただの。あ、ちなみに言うとお酒はまだ飲んでないっす。なんですけど、今日11時半からですね、私フレンチ料理屋さんに行く予定がありまして、そこはもう昔から、僕が生まれる前から母がお世話になっているフレンチ料理屋さんなんですけど、そこに本当久しぶりに僕は誕生日の記念ということで行くことになりまして、本当にお世話になってるから、向こうも多分僕らの顔を覚えてくれてるんですよ、家族全体の。なんでそこで僕はついにお酒を飲みます。ワインを多分飲むのかな、コース料理の中で。それに合わせて、普段うち両親ともお酒を飲まないんですよ、全然。全然お酒を飲まない両親なんですけど、どうやら父はちょっと運転するということで飲まないんですけど、母はちょっと一緒に飲んでくれるということで、僕の初のお酒デビューは、そこでなります。でもとは言いつつ、僕お酒飲んだことあるんですよと言いつつ、待ってください、まだ早とちりしないように。ちゃんと日本で飲んだことはないです。自分大学1年生の去年に留学して、フランスに留学したんですよ。その際にフランスだと18歳以上からお酒が飲めるわけですよ。だからそこでちょっとお酒を飲ませてもらって、フランスで留学する際に、まあ、ホームステイ先があるんですけど、その一イベントでちょっとワイン工場を見に行こうっていうイベントがあったんですね。まあ、その際にちょっと試飲させてもらって、ワインとコニャックも飲ませてもらって、その時コニャックってものが知らなかったから、何それみたいな、コニャックの派生とか勝手にもうバカみたいに思ってたんですけど、コニャック飲ませてもらって、まあ苦手なものと、あ、美味しいなと思うもの2種類があって、結構フルーツ味があるコニャックは美味しいなと思ったんですけど、ちょっとアルコールが強いものがいかんせんきつかったっすね。アルコールに慣れてなかったんで、マジで 70% とかバカみたいなものがなんか工場でなんか置いてあるものであって、それを飲ませてもらった時、マジで喉が焼け死ぬかと思いました。なんで外国人仲間のみんなの前でファイアーファイヤーってすごいリアクション取りましたね。で、それちょっとみんながハマってましたね。ファイヤーみたいなので、一時ファイヤーをバズらせたじゃない、ファイヤーを流行らせた、だからです、どうも。っていう感じで。いや、でも、本当にその留学も楽しくて、マジ、そもそも違う、フランスに行った子自体も初めてだったんで、フランスがまず最高なわけなんですよ。フランスのクロワッサンとか、まず絶品ですよ、本当に。日本では味わったことないバターの風味の上に、このなんだろう、作りたてのカリカリ感と中のもっちり感とか、まずこのこだわりが違うなっていう。なんか日本のパン屋さんももちろんこだわってはいるものの、こだわり方の違いが見えて、これがまずなんだろう、カルチャー的な違いだったりとか、風潮の違いだったりとかをそこで確認できて、いやマジで、そもそも空気が違うんだよね、普段街中歩いてる際の。もう全体がクラシックに包まれてるようなおしゃれさで、空気も本当になんだろう、もうなんて言えばいいんだろうな、いやもう表せないマジで、日本ではでも嗅いだことのない空気感、マジでぜひ皆さん機会があって、なんか海外に行けるかもっていう機会があったら、フランスは本当におすすめします。でもとはいえ治安は悪めです。
結構なんかお金ぼったくったりとか騙し取ったりしてくるような人とかいるんで、そういう人にはマジ気をつけてください。特にあの外国人からお酒じゃないお金の話されたら、もう基本的にノー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 って言ってご了承してください。本当にマジ自分の身を一番守るように、それだけは。あとポケ、お財布にお金は入れないようにしてください。なんかシャツの、下もうなんかシャツの下とかにベルトみたいにあのバッグ負けるバッグを用意して、その中にお金隠し持っといてください。表にマジ出さないようにみたいなので、ちょっとそういった防犯面をかなり意識するようにということだけはちょっとお伝えしておきます。でもしっかりとそういう防犯面をしっかりすれば、フランスは素晴らしいところです。音楽もさることながら、ルーブル美術館有名ですよね。まあ僕は行く前まで知らなかったんですけど、その一緒に行った一応留学同じ大学の友人と行ったんですよ。まあ今となっては僕そいつのこと大嫌いなんですけど、はい、もう一生口聞きたくないって感じしねちょっと言い過ぎたか言い過ぎた感じなんですけど、まあなんだろう、その話も今後なんか話そうかな。まあ、今はちょっとこんな感じで軽め話しておきます。一緒に留学行った友達が今大嫌いです。はい。店員にも、いや、それ常識だからっていうふうに言われましたね。まあ、多分そりゃそうだと思います。ルーブル美術館は結構有名どころなんで、それを知らない、当時19の自分がまだ知らなかったっていうことはちょっと衝撃なのかなって思います。でも本当にそういった感じで、感動の数々なんで、ぜひ防犯面しっかりした上でフランス行ってみてください。っていった感じかな。ということで今日僕はその20歳になったお祝いでね、美味しい料理と美味しいお酒をいただくので、その話もまた、後日もう次のラジオで多分するんじゃないかな、したいと思います。ということで、ついに20歳になりましたというお話はこれにて終了といたします。では次のプログラム参りましょう。はい、ということで最後の、プログラムですね。世界最強デレデ使いのザキさんがマジで押せるというものなんですけど、まず、ザキさんって誰っていう話なんですけど、スマブラの前作の 4WiiU 版からですね、デデデっていうキャラクターがいるんですけど、カービィのね、結構有名だと思うんですけど、そのデデデのファイターが世界で一番強い人です。それが昔 4WiiU 版で世界スマブラランキング1位の MK レオっていう人がいるんですよ。まあ普通にシンプルに世界一スマブラが上手い人がいるんですけど、その人を日本人で唯一倒した人なんですよ、前作。しかもデデデって当初から今でもあまり強いと言われていないファイターなんですよ。どっちかっていうと弱キャラって言われてるタイプで、まあ、強い技はあるものの、ちょっと体も大きいし、ちょっと技も、なんだろう、発生遅い技があったりとか、結構対策されやすい技があったりとかで、ちょっとアンマファイターとして強くないと言われていたものの、ザキさんっていう方自身が強すぎて、当時、4WiiU 版の時に、日本人で初めて MK レオ選手を破ったプレイヤーになったわけなんですよ。そこからザキさんが一気に知名度が上がって、もう世界最強デデ使いとして名が知れ渡った方なんですね。で、今作のスマブラスペシャル、まあ、スイッチですね、スイッチ版の方でも、今、どうだろう、今は本当にめちゃくちゃ強い、デデデ使いいっぱい現れちゃって、名前で言うと、メロさんっていう方だったり、グーリさん、あとは、ガルクさん、2003、どうだろう、今、この、デデデの全員一争ってるのが今、まあ、グーリさんとメロさんなのかな。グーリさんとメロさんが結果的にすごいの出してて、でもザキさんっていう方、家族持ちなんですよ。子持ちで、奥さんもいれば子供もいて、なんでその上で仕事もやられている方なんですよ。だからちょっとスマブラできる時間がまあ、なんて言うんだろうか そこら辺にたくさんいらっしゃる最上位勢の方よりか取れないんじゃないかなっていう方で、なんですけど、その方本当にスマブラやり始めれば勝つんですよ。もうほとんど勝つ方で、
もう多分あのザキさんが数こなせるようになったら、おそらくすごい結果出す方なんじゃないかなっていう風な感じに、ファン一ファンとしてちょっと思っているあの方なんですけど、あの最近なんでより押せるようになったかっていうと、スマブラで最近公式大会があって、オンラインチャレンジっていうのがあったんですけど、まあ、ルールとしてはストックが2ストックで、あのアイテムルールや切り札ルール、あの、まあ、ファイター、スマブラって切り札ってものがキャラごとにあるんですけどっていうルール込みで、普段だったらまあ3ストックで、まあ、あのタイマン、アイテムも切り札もなしっていう状態でもうタイマンっていうのが普通なんですけど、この公式ルールは2ストックな上でアイテムも切り札もありっていう、普段まあ言ってしまえばスマブラガチ勢の方がやり慣れていないルールなんですけど、もうそれでもザキさんがめちゃくちゃ強くて、強いしめっちゃ楽しそうにスマブラするんですよ、こんなに強いのに。なんかゲームってある程度上手くなると楽しさだけじゃやっていけなくなってくるところありません？なんかもう本当にもうどっちかっていうと楽しさよりもイライラが勝ってきてしまうというか、なんか難しいことだけれども、これできないと俺勝てねえんだよみたいなので、ちょっと自分を追い込みがちになってしまうようなところあると思うんですよ、ゲームをガチるってなると。でザキさんももちろんゲームガチってるから、そういう気持ちも若干あるんだろうなと思いつつ、にしてもゲーム楽しんでるんですよ、めちゃくちゃ。まるで本当に放課後家族じゃね、放課後友達と集まって応援みんなスマブラやろうぜっていう感じで集まってウェーイっていう感じで楽しんでる、あの感じをザクさんにも感じるんですよ。世界で一番デデデが上手い人からそんな気持ちを感じるわけなんですよ。マジでそのオンラインチャレンジのどうだろう、もうど配信ちょっともう概要欄に載せときます、概要欄に載せときましたんで、そのザキ世界最強デデ使いのザキさんがちょっと興味を持ったなって思う方がいましたら、ぜひ下の概要欄の方に載せておきますんで、まあ、チャンネルも載せておきます、チャンネルとその配信のアーカイブご覧になっていただけたらなというふうに思います。マジで本当楽しそうにスマブラするんで、マジ見てるだけでこっちもやりたくなってきちゃったりする。最近前回は自分最近スマブラに身が入らないっていう風なラジオのプログラムを出したと思うんですけど、いやーやりたくなってきちゃったよね、またなんで本当に。だって冒頭言ったように昨日2時半までスマブラハマっちゃって寝るの遅くなっちゃったからね、本当にっていうことですね。はい、世界最強デデ使いのザキさんマジで押せるんで、皆さんチャンネル飛んでみてください、本当によろしくお願いいたします。っていう感じかな。そうだね、デデデ使い他なんか話せることないかなじゃあ自分がちょっとデデデ使い始めたきっかけとか喋ろうかな。自分がデデデを使い始めたきっかけなんですけど、自分一応4BU 版ちょっとだけ触ってたことがあって、友達に貸してもらってて、もう友達というか親戚のなんですけど、なんかマイゼンシスターズわかります？マイゼンシスターズっていう YouTube グループがあって、そこでなんか、まあ、昔は今ではもうなんだろう、完全にもう子供向けな作品でちょっとやり方が変わってしまったんですけど、昔はなんかスマブラでポケモンバトルをするステージ、なんかアイテムの中にモンスターボールとマスターボールがあるんですよ。それを使ってファイター同士の殴り合いは禁止で、ポケモンバトルだけで相手のストックを落とすっていうルールの動画があったんですけど、それがマジで好きで、なんかやってみたいっていうので、その親戚の人から 4BU 版の、スマブラを借りて、で弟と一緒にそのポケモンバトルやってたんですけれども、それがきっかけにスマブラ自体もちょっと面白いかもってなり始めて、弟とスマブラをよくやっていたんですけど、弟がマジで強かったというかマジで勝てなかったんですよ。弟ガノンドルフ使いなんですけど、一応弟もスマブラやってて VIP にいてますから弟も普通に強いんですよ。僕は当時ソニックを使っていて、理由はよく友達ん家でスマブラをやるときとかソニックを使っていたんで、まずくるくるしててめっちゃ強いなっていう印象から、
ソニックを使っていたから引き続きソニックでちょっとソニック使いになろうと思っていたんですけど、マジで勝てないんですよ。本当に弟のガノンドルフが強すぎて、僕ガノンドルフ一時ずるじゃんと思ってた時期もあったんですよ。あのガノンドルフですよ。若い人は分かると思うんですけど、ガノンドルフってもう一番ぐらい弱いって言われてるファイターにもかかわらず、僕最強キャラかよとずっと思ってました。まあ、初心者は初見殺しに遭いがちなキャラでもあるんで、まあ、そう思うのも仕方ないのかなって今思い返すと、はい、思いますね。なんでちょっとソニックじゃきついなって思った時に、まあ、スマブラに当時普通にハマっていたんで動画もいろいろ見返していたら、次に主チャンネルっていうゆっくり実況者さんを、まあ、僕当時茶番劇とか見てたんで、ゆっくり茶番とか、まあ、一応ゲームチャンネルの方でもゆっくり実況上げてるけど、ちょっと編集が大変なんで今やる気にならないでもうやってないんですけど、ゆっくり実況自体だと今でも見るの好きで、主チャンネルさんを茶番劇とかをよく見ていたんですけど、その時主チャンネルさんがスマブラの動画も上げ始めて、主チャンネルさんからもVIP っていう概念を教えてもらったんですよ。当時上位 3%、 今は多分 5% から 10% の間なのかなぐらいまでボーダーが下がってはいるんですけど、当時上位 3% じゃないの世界戦闘力にならないと VIP に入れなくて、それを主チャンネルさんが目指していて、最初キングクルールを主チャンネルさん使っていたんですけど、なんかどんどん勝てなくなってきたっぽくて、キャラを変えてデデデを使い始めたと。でそしたらデデデで初めて VIP に行ったっぽかったんだっぽかったんですよ。それ見て、うわデデデいいなって、ゴルドっていうウニみたいなのまき散らす技があるんですけど、それがめちゃくちゃ強くて、あと楽しそうと思ってデデデを使い始めたら、なんと弟に勝てるようになったんですよ。これがマジ革命だった。弟に勝てるようになってからっていうのが僕の全ての始まりだった。はい、今でもそのデデデをめちゃくちゃ使い込んでいるわけなんですけど、ありがとう弟、主チャンネルさんありがとう弟って感じです。でデデデを使い始めてからはもう本当そうですね、もうよく本当に勝てるようになってった。自分スマブラを始めてガチ入り始めたのもスペシャルからになるんですけれども、最初は弟のスイッチを共有して使っていて、アカウントもで最初はちょっと弟にガノンの戦闘力を負けていたんですけど、もう途中からはもうずっとデデデの戦闘力が一番になるようになっていて、若干弟もスマブラから離れていくようになっていったんですよ。そこから弟 FPS ゲームが大好きで、フォートナイトとか、その時当時でフォートナイトがアジア上位 10% だったかな、 5% とかなるぐらいには、やべ弟の名前言っちゃった、ちょっとカット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 、絶対カットね。分かりやすいように大声出しておきます。絶対カットしてよマジで。はい、ということで、まあ弟のがですね、フォートナイトにハマっていて、結構スイッチでもやり込んでいたんですよ。でその中僕はずっとスマブラにハマり続けて、でなんですけど、一時ちょっと自分のスイッチを持ちたいなって思い始めていて、中学校3年生そうだ中学校3年生の時にポケットモンスターソード&シールドが発売されるということで、それと同時に自分のスイッチを持ちたいなってことで、でもお金があんまなかったんでライトを買おうと思って、まあ、自分のお金から出すってことだったんで、ライトを買ったんですよ。でライトの方でスマブラをしたいってなった時に、まあ、なんかスタンドみたいなのが欲しいなと思って、なんでその時ちょっと立てるスタンドみたいなのも購入しまして、当時はジョイコンでプレイしてました。でもどうだろう、違うかも。最初は僕はスイッチのマジそのままプレイしてたわ、ライトだけで。それの状態でプレイしてて、初めてまだ上位 3% の値の時にデデデビップ行きました。多分行ったのはいつだったかな、僕が高校1年生とかだったかな、確か高校1年生になる前、違う、中学校3年生を中3卒業してからVIPに行った気がする。確か中3卒業してからようやくVIPに行って、でそっからはしばらくデデデしかVIPに行ってなかったんですけど、だんだんキングクルールVIPに行ったり、そっからクッパVIPに行ったりとか、だんだんノリに乗ってきた最中でしたね。その時自分当時ポケモンのように手持ちを6体持っておこうと思ったんですよ。
で、1体目がテレデン、2体目があのクルール、3体目がリドリー、4体目がリザード、5体目がクッパ、6体目がガオガエンっていうふうに決めていて、決めていたきっかけとしてはきっかけっていうか理由、この6体に絞った理由は自分悪役キャラを立たせたいなと思って、悪役ってその原作だと絶対勝てないじゃないですか。だけどスマブラぐらい勝ってもよかろうということで、スマブラでは活躍させてあげたいなっていう変な理由のもと、その6体にしていたんです。リザードンだけは違います。リザードンは大好きなだけです。ポケモンで一番好きなのがリザードンなので、リザードン短期で使っていました。なんでその6体を順番に VIP に入れてったって感じです。はい。で今までデデを使い続けて、で今となっては今は落ちていますけど、魔境卒業と言われる段位とこまで行って、もう VIP はもう軽々と VIP 以上でも戦闘力に慣れているっていう状態にあります。はい。で今後またちょっともっとオフ大会みたいなのにも出場できればなというふうに思っているんで、今後も自分が良ければスマブラ頑張り続けたいなっていう風に思っております。ということでこれでいいでしょう。世界最強デデデ使いのザクさんがマジ押せるっていう、プログラムはこれにて終了といたします。いやーどうだろう、思った以上に話せたかもしれない。今回は本当にどれも熱がこもった内容なんですよ。今回は特にマジで声優さんって本当改めてすごいなって強く感じたし、ついに二十歳かっていう実感も湧いた上に、ザキさん本当に押せるなっていうこの気持ちの高鳴りのもと喋れたから、今回はちょっと魅力だったりとか自分の言いたいこと特に伝えられたラジオになったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で一番の反省点は弟の本も酔いってしまったことです。ごめんね弟。はい。ちょっとラジオ越しで謝っておきます。なんでちょっと編集、時間長いですけど編集者の、自分を、そこを絶対にカットするように、カットできなかった場合弟の本名が知れ渡ってしまいますので、マジでカットするようにしてください。はい。ということで、今回はこれぐらいで以上となりますね。はい。初めての朝、もう昼だな、昼のラジオ収録になってしまったんですけれども、ぜひ時間は自分は夜の20時ぐらいにまたアップしようかなというふうに思っていますので、アップしてからすぐ聞くって場合は皆さん夜にお聞きする方が多いんじゃないでしょうか。はい。最近ラジオの再生数も少しずつ伸びてきて、ちょっと嬉しいところ、初めて高評価もついたんですよ第1回で。それがマジ嬉しいんで、コメントも今一人の方に打ってもらえてるんで、いろんな方から感想をもらえるようなラジオにしていきたいなって、今後も頑張っていきたいと思います。ということで、本日は、これで以上となります。皆さん、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。ということで皆さんおやすみなさーい。